勝利までのいは映画監督ジャン・リュック・ゴダールとジャンピエール・ゴランがジガベルトフ集団の名のもとに匿名で1970年に撮影し完成しなかったフランスのドキュメンタリーフィルムである。1970年2月、イタリアにおける闘争の撮影を終了したジガベルトフ集団ことゴダールとゴラン、そして同集団に設立から参加しているカメラマンのアルマン・マルコラはヨルダンとパレスチナへ飛んだ。フィルムは1968年に発売され1977年3月に製造中止したカラーネガティブフィルムコダック7254を使用した。本作制作に際してジガベルトフ集団はアラブ連盟から$6000の制作費を得ている。最初の場面を撮ったすぐ後にパレスチナ解放機構のメンバーたちが殺されてしまい、意図するようには撮影を完遂することはできなかった。同年4月には撮影を終え帰国した。ジガベルトフ集団の自作、ウラジミールとローザの撮影に入り、同年9月までにはその撮影を終えている。同月6日にパレスチナ解放機構の下部組織、パレスチナ解放人民戦線が PFLP 旅客機同時ハイジャック事件を起こし、それを引き金としてヨルダン内戦が勃発している。勝利までの編集は行われなかった。同作の撮影済みフィルム断片は、ジガベルトフ集団解散後の1974年に、ゴダールとアンヌマリー・ミエビルが共同監督したヒア&ゼアこことよそのアーカイブフッテージとして使用され、勝利までは再利用された形で日の目を見ることになる。ありがとうございます。